台湾の頼清徳副総統は ANN など一部のメディアのインタビューに応じ、福島の処理水排出について世界を安心させるため日本政府はもっと情報公開すべきと述べました。这件事情的关键应该是日本政府应该要资讯公开，让日本的国人还有全世界能够对这样的排放动作有信心，有安全的保证，这个才是最重要的。台湾のナンバー2にあたる頼清徳副総統はこのように述べ、さらなる情報公開を求めました。頼副総統は蔡英文総統の後継となる与党民進党の候補として来年1月の台湾総統選挙への出馬を表明しています。